はい、どうも、スタンです。グダグダファイナル本能寺2019ピックアップ召喚やっていこうと思います。星5魔王信長アベンジャー、星4水着の織田信長バーサーカー、そして星3バーサーカー森長吉、この3機当てていきたいと思います。もちろん狙いはアベンジャー織田信長でございます。水着のノブに関しては1枚所持してるので、まあ、当たってくれたらまあ嬉しいっていうぐらいでございます。なので星4バーサーカーノブよりもですね、実は未所持の森長吉の方が欲しい。まあ宝具の演出なんかもちょっと見させていただいたんですけども、かっこいいですね。星3バーサーカーいいですね。じゃあ早速なんですけども、呼び筆テンポよく引いていこうと思います。では行きましょう。お、早速新しい星3概念レースですね。これはいいね。お茶飲んでる。おお、めっちゃ流れいいじゃん。今回星4の概念レースですね。いいね、かわいいし。はい、ということで予備風使い切りましたんで10連いきましょう。概念霊装のね、では今のところかなり良好ですけども、そうなってくるとやっぱり新規のねノップであったりとか、個人的にはねノップもかなり欲しくはあるんですけども、星さんのね、バーサーカー森くん、彼いいですね。なんだろう、この気恥ずかしさは。なんかそのわさばはさ、なんかすごい馴染み深い名前じゃん。森とか言われてもさ、実際にリアルでも森くんっているわけじゃん。もう森長吉なんて呼んだらいいかちょっと戸惑うんだよね。横文字のサーヴァントだったらさ、もうなんかもう完璧に客観的に言えるんだけど、もう親近感がすごい、わさばの。そう考えると海外のその国で有名になった英雄がサーヴァントとして富士を出てくるわけじゃないですか。なら生まれ育ってよく耳にねしてると思うんですよ。そのよく耳にした有名人がさ、まあ、こうやってゲームで出てきて我々がいっぱい、おお、森くん来たね。早速いいね。おお、森くん出てからの、さらに霊装でも森くん奥にいますね。赤髪で後ろで言うんでね、かなりチャーしばき倒すにはかっこいい。もう和服がやっぱり似合う似合う、いいですね。やっぱわさばっていいですよね。おっ、これもしかして、はい、2枚目森くんいいじゃない、この10連かなりいいよ。俺が鬼武蔵こと森長吉だ。クラスはバーサーカーだったか、確か。つまんねえこと言ったらサークぶった切るから、そのつもりでな。おいおい、安心しろよ。俺はマスター殺しなんてひでえことしねえからよ。まっ、よろしく頼むぜマスター。はい、じゃあ石が尽きたんでちょっと補充してきますね。行ってきます。はい、戻ってまいりました。まあ結局まだノブ引けてないのと、あと森くんあと3枚来てほしいんでね、せっかくなら宝具後にしておきたい。あとフレポじゃ出てこないサーヴァントみたいなんで森くん、
まあ今のうちに当てておきたいですよね。では10連で引いていきます。いきましょう。うん、非常に出だしは好調なんじゃないでしょうか。最近の、まあ、ガチャね、私のガチャひどかったんで、それを考えるとちょっと運がね向いてきたんじゃないかなっていう、ちょっと開けた感じがちょっとしましたね今ね。まあ、気持ちの持ちようですけどねこればっかりは。あと森くんなんですけど、お星5概念霊槽いいね。これイラストもかなりいいよね。かっこいい。まあ最初ね森くん見た時ランサーなんかなって思ったんですけど、まあクラスがね判明した時バーサーカーと。で今回星4サーバントは新規いないじゃないですか。誰が来るんかなって思ってたんですけど、まあ水着のノッブっていう形で、まあ夏にね復刻されるサーバントですから、まあ今回はもうないんで水着のノッブが、まあ次いつ復刻されるやらと思ってたんですけど、このような形でね復刻されるとは思っても見なかったです。となるとまあ今後ねもしかしたらゆくゆく水着のサーバントがね、まあこういったまあそのいわゆる新しいガチャの中の星4サーバント枠として出てくる可能性もまあ出てきたのかなっていう、まあ新たな可能性。森くんいいね。フォーグ3かな。いいじゃない。この調子、この調子。そういう新たな可能性がちょっと見出せたのが良かったかなと思いますね。今まではやっぱり何百万、何千万ダウンロード。はい。では、40連目、30連目かな。行きましょう。いや、かなり、ちょっとこう、嬉しかったですね。森くんが、ホークさんになったのは。このまま、あと、2期、欲しいところですね。まあ、森くん、さっき、サーバント召喚された時にね、まあ、言ってたのが、お!おーやったー、ノブ来てくれた。嬉しいですね。神聖のサーバント、神聖の敵に対する鬼になれますね。まあ、森くん、名前が鬼武蔵の異名を持って召喚された。もともとそういう異名があったんですかね。どうしても武蔵っていう名前がつくと、まあ、武蔵ちゃん思い浮かんじゃうんですけど、何かしらの手違いで召喚されてしまったんですかね。まあそこあたりもねまだ本編読んでないんでねわからないんですが、これからのね2019ファイナルの本能寺、これ楽しみですね。シナリオが当てる。なんか最近実装されたばっかりだからすごい今この別のピックアップで出ることに対して違和感がすごいわ。いやーノッブアベンジャー星5で出てきた時はびっくりしましたね。今までノッブ、まあ、バーサーカーもそうですし、まあ、配布のアーチャーもそうですけど星4だったじゃないですか。ついにノッブ星5、初星ごと。おめでたいですね。まあ、あとは、当たればいいなっていう話なだけなんですけどね。はい。じゃあ、最後、10連、やっていきましょう。頼む、ノブ。アベンジャーノブ、よろしく。お!いきなり?おほほすごい。今回のガチャはいいね。本当にいい。
アルジュナ・オルタが嘘みたいだわ。そして星5概念霊槽も引いていく。星4概念霊槽より星5概念霊槽の方が引けてるんだが、これいかに。いやー、まだね、詳しく判明してない、僕の中では判明してないんですけども、まあ竹内社長のね描かれたあのイラスト、まあ星5サーヴァントだろうなと思ってはいたんですけども、まさかまさかの星4ランサー配布っていうことで、でしかもこのイベントが、まあ、冬季をクリアしていれば参加できるっていうことじゃないですか。ありがたいね、新規のね FGO ユーザーをどうぞここで入ってくださいねっていう窓口をね、こう大きくね持とうとしてますね今ね。でリニューアルもねしたみたいですね。スタートアップ、スタートダッシュかが、かなりなんか100連分引けるらしいじゃないですか。もう俺たちにも引かせてくれよっていう感じですけどね。ぜひね、まだ FGO やってない方はね、この機に始められてはいかがでしょうか。一緒にやっていきましょう。うん。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良いと思っていただけましたら、メインとサブのチャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いいたします。またガチャ動画上げようと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。バイバイ。